ありがとうございます。えー、それではではすね、その,あの、まあ、感想の中にもこう通る目線というお話があったり監督もですね、加害者はいないみんな被害者だということをおっしゃっていましたのでぜひあの今日ね、客席満席ですので皆さんにも少しあのどんな感想をお持ちなのかを聞いてみたいと思うんですけれども。<laughs> えまずはですね私は横浜さん演じる優に共感したという人こう手を挙げていただけますか優くんに共感しました見ている中であ結構やっぱり優くんいらっしゃいますねじゃあもう一つ聞いてみましょうか一ノ瀬さん演じるトールにも共感優くんにも共感できたけどトールにも共感できたよっていう方いらっしゃいますか あ、ね、結構いら,いらっしゃいますね。うん、うわ、ありがとうございます。嬉しい。やはりこう監督と皆さんのメッセージきちんと届いてますね。うん、横浜さん。そうですね。うん、やっぱりそれは嬉しいですよね。 まあリュータも若い子たちは共感できる人は多いんじゃないですか。奥田平さんどちらに共感しました？あ,あそうですね。<laughs> 僕はまあちょっと役柄ってのもあるんですけど、僕はユウ君なんですけど、まあでもなんかそう,、ね、そう本当になんかこの映画、うん、なんかやっぱ若い人が見るのとやっぱ大人の人が見るので、うん、だいぶ目線が違うと思いますし、やっぱそれこそ若い人は今の若い人の感覚を持っているので、まあリュータだったりとかあの若い人たちの。 感覚にすごい共感しやすいと思うんですけど、でもやっぱなんかそれこそその目線が違うっていうのは本当そういうことで。だからこうやってなんかほぼ半々ぐらいに分かれてるのはすごいいいなと思いますね。はい、ありがとうございます。で多くのこう感想をいただいている中ですけれども、横浜さんこうまだまだ多くの感想を聞いてみたいですよね。はい、聞きたいです。ですよね。はい、そこで横浜さんはですね。この六本木の舞台挨拶を皮切りに今日明日と。 映画をご覧になった皆様の感想を直接伺うために旅立たれると伺っております。はい、旅立ちます。で、はい、題、はい、してゴーウェストビレッジツアーでございます。はい、横浜さん意気込みのほどお願いします。あ,ありがとうございます。そうですね。まあ本当にあのー、地方の方々にあって感想を実際聞けるのが。 すすごく楽ししみですしうーん、まあ、本当は全国回りたかったですけどねそれはかなわず本当に申し訳ないんですけど、まあ、本当に今日明日で行くところで声を聞いてなるほどなと思いあの皆様には来てくださった皆様にはなんかそのビレッジをより楽しんでもらえるようないい時間にしたいなとは思っていいますはい、ありがとうございます。はい えー、それではですね。舞台挨拶のお時間も残り少なくなってきましたので、最後にお一言ずつメッセージをいただきたいと思います。まず、奥平さんからお願いいたします。はい、えー、そうですね。そう、さっきもあの言ったんですけど、あのやっぱ若い人たちと大人の人たちが見るって言うと目線が違うと思いますし、あの僕自身もやろうと思ったことなんですけど、やっぱ。 今のこの僕今19歳なんですけど19歳の時点でこの「ビリ l l a という映画を見てでまた2年後3年後ちょっと大人になったタイミングでまたこの映画を見るとまた多分違った見え方があるような映画だと思うんですよねそれがすごい面白いものだと思うしやっぱ僕も あのレビューとかをあの見させていただいてるんですけどやっぱ若い方々もあのこの映画を見ていただけてるということでやっぱそれはすごい本当に嬉しいことと思ってますしやっぱ若いあの出演者の中で若い組としてもやっぱあのいろんな立場を見て考えていただきたいなって思うので何、えー、でしょうね あのまあ皆さん見ていただいた後だと思うんですけど、あのまあちょっと時間経ったりとか数年後とかも見ても面白い映画だと思うので、あのまあ覚えていたらあの見てみてくださいえ。本日はありがとうございました、はい。ありがとうございます。一ノ瀬さんお願いします。はい、えー、っと本当にあのこのビレッジという作品は結構。 あのいろんな出会いがあって自分の中でも思いが深くてもう竜星君や奥平君とも出会えたのも藤井監督とも出会えたのもすごく良かったですけどそのもともとスター・サンズっていうところの川村さんっていう人はもう俺のあの。 恩人であるというか昔、その俺が全然泣かなかった頃に宮本から君へっていう役者でこう、あという作品で使ってくれて、そこから頑張れよって言ってくださって、その川村さんのこの実最後の作品になって、それに本当に出れたっていうのは、俺の中でもすごく嬉しかったですね、えー、だから本当に今日見に来ていただいて、本当ありがとうございました。ありがとうございいまますす横浜さんお願いします はいえもうそうですねあのたくさんの方に見ていただけているなっていうのは感じていてそれは本当にすごく嬉しいんですけどまだまだこの作品を届けたいあの見ていただきたいと強く思ってますきっと河村さんもこの作品を届けたいと思うし 河村さんにもいい報告をがしたいと僕も思っていて、うん、本当にそれぐらい強い気持ちで自分もいますし、えー、なんて言うんでしょう強いメッセージも込められているのであの、まあ、ゴールデンウィークであの決して楽しい映画ではないので家族で見るような映画でもないしただまたこうなんだろうエンタメ 作品がたくさんすごい素敵な作品が公開してますけどそれとはまた違う何かこう何だろうな何かこう考えたいなとかあの何かあの楽しい気持ちではなくあのいろんなことをあの皆さんにあの届けられるような作品だと思っているので、えー、本当に皆さんあの周りの方々に ぜひこの作品を広めてあのこの作品をたくさんの方に見ていただけるようにぜひお力添えください。本当に今日はありがとうございました